ダイアン・レインはアメリカ合衆国の女優、ニューヨーク州ニューヨーク出身。赤ん坊の時に両親が離婚し、演技コーチでタクシードライバーでもあった父親に育てられる。15歳で独立しようとし、ロサンゼルスに移るが、すぐにニューヨークに戻り、友人の家に曲がりする。子供の頃から舞台に立っており、1979年のリトルロマンスで映画デビュー。 ローレンス・オリビエと共演したこの作品で彼女の演技が絶賛され様々な雑誌のカバーを飾るなど一時期は大変な人気だった。その後フランシス・フォード・コッポラに出会いアウトサイダー、ランブルフィッシュ、コットン・クラブと彼の作品の常連となる。また1984年のストリート・オブ・ファイヤーも高い評価を受けて日本では大ヒットしこの頃日本での人気は 海外スターの中でも一2を争うほどだった。ただし、本国全米では、この時期の出演作が、いずれもヒットせず、19歳の若さで映画から遠ざかる、結果になってしまう。3年後にカムバックし、映画で、ヌードシーンにも挑戦するが女優としては低迷する。1992年には、日本映画、落葉にも出演している。しかし2000年に入ったあたりから、 再び注目され始め、2002年、運命の女で、全米映画批評家協会賞主演女優賞や、ニューヨーク映画批評家協会賞主演女優賞を受賞するほか、第75回アカデミー賞主演女優賞や、ゴールデングローブ賞の候補となる。ジョン・ボン・ジョビとの交際を経て1988年10月に、俳優のクリストファー・ランバートとニューメキシコ州サンタフェで、結婚。 娘が1993年9月5日に、生まれるが1994年に離婚した。2004年には俳優のジョシュ・ブローリンと再婚している。2013年2月、レインとブローリンは離婚を申請した。ありがとうございます。